はい、マスダです。ズームレンズエボリューションの36回目になります。今回も引き続き、ショートインナーズーム70年代の中盤から後半にかけて、ごく短期間に登場した4群式の標準ズームを取り上げてみようと思います。前回までざっくり手持ち分として紹介したのがこの5本です。この中から今までトキナーの 35mm から 105mm、そしてタムロンの 38mm から 100mm を紹介しました。 今回はシグマの 39mm から 80mm、そして次回は、A、3の 38mm から 90mm で、この四群式ショートズームは終わりにしようと思います。コムラノンの,の 38mm から 80mmF3.5、1本がちょっと残ってるんですが、これがちょっとカビ玉となってしまっていて、クリーニングもしていないので、今回はパスです。まあ、そんなひどいカビじゃないので、いずれクリーニングして取れるようになればとは思ってます。 ということで、また本題に入る前にちょっと実験してみました。四群式ズームということで4つの群があるわけなんですが、それぞれの群でどのぐらい光を曲げることができるのか、いわゆるパワーっていうやつですね。それをまたレーザー光線で可視化してみようと思います。サンプルはですね、今回取り上げるシグマのミニズーム 39mm から 80mm です。レンズ構成図をご覧いただくとこんな感じです。 まあ、細かなレンズ構成は後で見てみます。これを4つのズーム成分に分解してそれぞれ正面から平行光線を当ててそのパワーを焦点距離という、まあ、分かりやすい形でご覧いただこうと思います入力である平行光線と出力となる屈折された光から焦点とそして視点を実測で導き出します多少の誤差はご了承くださいで4つに分解するとこんな感じです 直径としても大きさとしても一番大きいのがズーム第1軍この円盤のようなのが第2軍そして第3軍は共同から外さないままなのでこの中に入ってますそしてマスターレンズの第4軍がこれですこれも小さいですねマクロ機構で動けるように後ろ3枚はヘリコイドで動けるようになってますというわけでいってみますまず第1軍フォーカシングを担当するパートですねほい どうでしょうか。突分なので右側に焦点があって、そこから視点を求めるとレンズの左側の方にありますね。その両者の距離を測ると約七十七ミリあたりですね。焦点距離は七十七ミリとなります。次第二群のバリエーターです。はい。ズームレンズの心臓とも言える群です。こちらは大群なので焦点は左側になります。 曲がった角度を見てみても、えー、結構大きなパワーを持っていることがわかりますね。光は大きく広がっています。焦点距離は、えー、約マイナス22ミ、mm、リです。次コンペンセーターの第3群です。はい。どうでしょうか。突群なので右側に普通に像を結びます。焦点距離はちょうど50ミ、mm、リぐらいですね。 ということで最後にマスターレンズですね。えー、ズームの第4群はどうでしょうか。はい。これも突群なのでわ、えー、かりやすいですね、えー。焦点距離は約63ミリぐらいとなります。えー、マスターレンズの焦点距離は、えー、ズームエリア、えー、39ミリから80ミリのちょうど中間ぐらいということがわかりました、えー。全体の構成は凸、凹、凸、凸ですが凹群、えー、ズームの第2群のパワーが特に強いのがわかりましたね。 ショートズームとなるとバリエーターは前後動ける範囲が狭くなるわけなんですがその幅で画角を十分変化させるにはこのくらいのパワーが必要ってことだと思いますこのレンズが登場した頃であればニコンの4386あたりがガチンコだったと思うんですが広角側を 39mm まで広げて優位性を示したレンズとして魅力を持たせてたんじゃないでしょうか。 では外観です。外観はこの時期のシグマレンズらしい、ちょっとトロピカルなカラーリングが特徴になってます。緑、オレンジの2色を中心にした色使いで、ちょっと湘南電車っぽいですね。 ゴムリングにはよく見るとギリシャ文字のシグマそしてローマ字のシグマっていう文字とともにフォーカスリングにはフォーカスそしてズームリングにはズーミングが刻んだ凝った作りになってます凝ってるんですがゴム自体は非常に劣化しにくいようで分解する時に外しても割れたり切れたりするようなことは全くありませんでした白っぽくもなってません とということで、外観を説明すると前からフォーカスリング真ん中に細身のズームリングさらに細身のマクロ機構のリングそして一番手元に絞り感となりますマウントは固定式これは FD マウント仕様ですフォーカスリングで動くのはズームの第1群のみですねズーミングでは動かないんですがピント合わせでだけ前に繰り出します繰り出し量は約 4mm とわずかになってますね ズーミングは非常に動きが軽くて、中のズームの第二群、そして第三群が動きます。リング操作による全長の伸び縮みはありません。ワイドタン、三十九ミリを確保して、二倍以上にしたというところは、涙ぐましい感じです。細いマクロ機構のリングは、ロックボタンを押しながら回せば、ズーム全域でマクロ機構が使えます。最大撮影倍率は、ワイドタンの時で約一対三点五となります。 マクロ機構で動くのはマスターレンズの後ろ3枚ですねこれが 3.5mm ほど交代する仕組みで対応します全軍繰り出しでマクロ対応するズームが多かったりしますがこれは全長変化が伴わないのでいいですねこの部分はまたレンズ構成でも触れますフィルター径が 62mm っていうふうにコンパクトなのはさすがミニズームを歌ってるだけのことはあります絞り羽は6枚 開放近くでトゲトゲの形になることはなくて常に形のいい六角形で収まっています<ー>ではミニズーム 39mm から 80mmF3.5 のレンズ構成です構成は10群12枚ズームのタイプとしてはもちろん4軍式でズーム群の成分で分けると第1軍は1枚目から3枚目これがピントを合わせるためのフォーカス群ですズーミングでは動きません ピントを合わせるにに最大 4mm ほど前に繰り出します。第2軍は4枚目から6枚目これがバリエーター変倍系ですねズーミングで画角を変える主役となる群です第3軍は7枚目と8枚目これがコンペンセーター第2軍のバリエーターが動くことでずれてしまうピントの位置を補正する群です第4軍は9枚目から12枚目これがマスターレンズでベースとなるレンズです 4群式ズームなので、このマスターレンズに1群から3群からなるズームコンバーターが付いているような形になります。大雑把に言うと、凸、オつ凸、凸という構成になります。絞りは第4群の前にあって、第4群とともに固定されています。射出瞳の変動はないので、F3.5 固定となっています。では、ズーミングによるレンズの動きを見てみます。 ワイドタンではバリエーターは前の第1群に最接近第3群はレンズの中ほどにとどまってますズーミング半ば 60mm あたりでは第2群は下がって中ほどに第3群は第2群と4群の間ぐらいに下がりますテレタンでは第2群そして第3群は下がれるだけ下がりますピント合わせによる動きでは通常の最短撮影距離では第1群のみ前に動いて 4mm ほど繰り出されます そしてマクロ機構ののリングを回すす。と、第群後ろ3枚がが、mm、ほど下がります通常の最短撮影距離が 2m とちょっと長めなのでマクロ機構を使えばワイドタンで 26cm までそしてテレタンで 60cm くらいまで寄れるのでマクロ機構は使い手がありそうです。<ー>というわけでこのレンズは状態がいいので軽く実写も紹介してみようと思います。 まあ毎度のセリフですが古いレンズなので細かい点は見すぎないつもりですまずは焦点距離を変えながら歪みとかあと周辺光量などの具合は軽くチェックその後実写の作例をご覧いただきますでは1秒ごといつものワンセコサイクルチェックで歪みと周辺光量チェックです絞りを変えて繰り返しご覧いただきます 39mm60mm80mm、mm mm、の3段階 撮影距離はこのレンズの通常最短撮影距離である 2m です。引きが足りないので、いつもと場所が変わってます。まずワイドタン3 9ミ、mm、リです。歪みは樽型になってますね。まあ、単純な樽型っていうよりは、増高 12mm、つまり中央の正方形の範囲ですね。この範囲の中ではよく抑えられていて、そこを超える左右のエリアでは急激に樽が目立ってくるっていう感じです。 周辺光量低下は大きめですがなだらかなタイプです。F8 ぐらいまで絞ればフラットになりますね。四隅でも、えー、強い流れのような画質低下は見られません。次に中間60ミ、mm、リです。歪みはこの時点ですでに糸巻き型に変化してますね。まあ60ミ、mm、リではごくわずかです。周辺光量低下は四隅で急に落ちるタイプに変わりました。F8 まで絞っても取り切れてはいないようですね。 次にテレタン八十ミリです。歪みはですね、強めの糸巻き型になりましたね。周辺光量低下のタイプは六十ミリの時よりもなだらかな出方にまた変化しているように見えます。まあフラットになるのは F 十一ぐらいからという感じです。では実写での例をいくつかご覧いただきます。 初めに画角変化動画でのズーム操作で見てみます中央の観覧車に合わせてズームインしていきますズームリングには 39mm50mm60mm70mm80mm、mm mm mm mm、と5ステップ表記があるのでそのステップに合わせてズームインしていきます最初は 39mm の状態からです 50mm60mm 70mm。70 80mm。ズーム比は約2倍なので、そんなに高くはないです。もちろん今の基準にしたら物足りなさは感じるんですが、まあ、この時代、標準域で画角の自由度があるっていうだけでも価値のあるものだったと思います。次は写真で画角変化を見てみます。場所を変えて東京駅ですね。39mm、絞り開放です。 開放での描写はさすがにフレアっぽさが出てますね。今なら逆にその辺は面白さも感じます。次八十ミリ絞り開放です。やはり淡い描写がクラシック感を感じさせてくれますね。細いながら軽いズームリングの操作感が軽快でちょっと楽しいですね。まあ描写とはあまり関係ないんですけどね。今度は逆光気味のシーンです。三十九ミリ絞り開放です。 夕日の反射がいい感じににじんでくれてますね。橋の信号の柱を見ると歪みはちょっと気になるところですね。さらに「太陽イン」ゴーストです。こんな感じで丸く出るゴーストはあまり見たことがないですね。虹のようなゴースト太陽の周りに出る春のような現象のちょっと極端な感じの描写ですね。 ま太陽の入る位置によって輪の大きさも変わっていくんですよね。これは面白い特徴です。まあ、新型でこんなのが出たらびっくりするんですけど、オールドレンズだとま宝物を見つけたような気持ちにさせてくれます。まあ、なんでなんでしょうね。次も3 9ミ、mm、リです。絞りは F8 となります。このぐらい絞るとキリッと締まってくれますね。細かいところまで見ないつもりですが、ちょっとアップにしてみます。 まあ隅の隅でちょっと流れはあるようですが、まあ、この時代のレンズにそこまでは求められてなかったでしょうしねえー、サービス版でプリントしたらカットされるような範囲ですね。 はい、えー。というわけで今回はこれにて終わりとさせていただきます。次回はですね、4軍式のショートズームのラスト、3の 38mm から 90mmF3.5 を取り上げてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ制作の励みとなりますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。